い、SP 水曜劇場をご覧の皆さん、劇団昇段です。次回劇団昇段は錆色の瞳黄金の海という作品を、1月に東京、大阪は2月2月に大阪で上演いたします。1月は21日木曜日から24日日曜日、4日間シアターグリーンベースシアターにて、上演いたします。大阪は2月11日から14日4日間千葉サザンシアターにて上演いたします。東京公演は上杉一平さんが出会ってで、その役を大阪公演は、ラジオの夏目邦夫がダブルキャストでやりますので、両方ともお楽しみいただけると思います。鋭意稽古中です。みんな駆けつけてきてくれました。絶賛稽古中で、とりあえずでも前よりもシーンも増えてれば役も増えてボリュームたっぷりになってるので、ぜひぜひお時間よろしければお越しください。せーの。